あれま、じゃあ退院早々呼び出されちまったってわけか。ついてねえな。でもこの間の配置化軌道の任務の後からずっと入院しっぱなしだったよね。もう怪我は大丈夫なの？おかげさまでな。体がなまっちゃってるから出撃命令が出てよかったよ。ナギ大丈夫か？ん？怪我のことなら大丈夫だって。違うよ、あのナオミのこと。ああそりゃナオミちゃんが戦死したのはショックだけど、でもいつまでも落ち込んでいるわけにはいかないからな。え？戦死？ナオミは生きてるぞ。は？ユイト、笑えない冗談言うなって。でも確かに生きているんだし、もしかしたら元に戻すことも。怪異になった？ユイト、お前寝ぼけてるのか？え？出撃前に変なこと言うなよ。俺たちはこれからニューヒムカのために怪異と戦うんだ。生徒隊長、ここが怪異予報の出たポイントだよな。ここに来るまでにも怪異にあったけど。上か。あれ怪物軍？おい渡る、俺たち以外にも派遣された隊がいるのか？ダメ、ジャミングされてる。多分あいつらのせい。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。いや、しかし周りの怪物軍は僕らが引きつけます。同じことが言えるか。兄さん、まとめてかかってこい。全部あなたが仕組んだのか。頼むぜユイト。現場に
何を言った？答えろ、カレン。隠れるのはやめたの。俺が答えた。貴様の運命は何も変わらないだろう。隙だらけだな。まだ戦える。泥まで分からん。お前に俺は止められる。兄さん、おっと、俺の超能力の出番だぜ、ユイト。俺の邪魔は望みを捨てろ。ザコがいくら群れても俺は倒せん。何やって、仕切り直した。ドライブ行くぞ。今じゃ押してやる。やるじゃねえの。避けられる。まずい、みんな避け。うん、